でそこでね、まあ、浪川くんといえば、まあ、みんなに愛され、アンチエイジングすごいっすねこの車。じゃなんでアンチエイジングの話だ、お前の話してんだ。あ、僕の話、すいません、すいません、なんですか、僕、いやいや、僕の話してくれるんですか。ですあのみんなにね、はい、愛されて、はい、でね、はいっていうのもおかしいっすね。いやいや、突っ込まれつつもちゃんと仕事をし、多岐にわたったほらいろんな歌だったりなんだったりもしてるじゃないですか。空の絵すごいっすよ。まあ、俺が褒めようとしてるのに何一つ聞かないって、そういうところが君らしいな。すいません、すいません。しかもね、はい、それでみんなに愛され突っ込まれているのにもかかわらず社長の肩書きをお持ちでいらっしゃるという。まあ、言ってはないか、言ってはない、どっか思ってない、そういう雰囲気が出る。鈴さんがなんか感じ悪いなって思ってたら浪川君だったんだね。そうそうそう、多分、まあ、みんなに思われてたんで、その時期でしょ。そう、否めないですけど、それは。なんだろうね、浪川くんと なんだろうね、こうやってね。まあ、でもそういう時っていうと、まあ、20歳そこそことか、10代後半とかかもしれないですね。うん、ね、なんかいつの頃からかね。そうですね。でももうカートやって10年ですから。そうだね。だから20代の時ですよ。20代後半からはもうカートとか行ってたんですよ。ああ、そうか、そうだね。はい、なんでだろう、何からだろう。ですね。一番最初一緒になった作品とかってやっぱ覚えてないもんかな。いやー、なんだ、さんは声優業界でも独特な雰囲気を持ってますからね。そう。いやいやいや、ここおもてなしドライブのゴール、まあゴールというても、はい、ここから何かが始まるんですが、はい、これどうですか、こちらの場所見て。いや、結構夜も更けてるんですよ。そうですね、今ね、はい、すげえ人が多いんですけど。明るいし、明るいしね、みんな元気です、表も、まあ、中もね、ゲームセンターとかいっぱいあるんですけど、はい、ここはあの千葉県市川市にあります大慶園、大慶園という、アミューズメントパークといったらいいんでしょうかね。い広いし、なんか、はい、置いてあるものもおしゃれなんですよ。パラでしょ。いや、すごい、初めて来た。まあ、でも着いてまだちょっとしか歩いてないから、はい、これ全体像わかんないでしょ。もうわかんないし、うん、なんか若干なんだろう、この不安感。不安感、はい、なんかもう地元の王みたいな感じですけど。全然違いますけどね。いや、これはスタッフさんが僕をそういう風に映してくださってるだけなんですけども、さて、ここでです。はい、まあ普段僕らの仕事もなんか勝負みたいなとこあるじゃないですか。まあ、オーディションがあったり何があったり、まあそうですね、大体あります。はい、まあ移動の間